園に行こう、甲子園に行こう、僕らの夢甲子園に行こう。これから私が話す遠い思い出は、大切な青春の一ページ。こら、またか。誰だ。貴様をエースに指名する。エース、それは何ですか。待ってください、凛明君まで野球を始めたばかりで。野球は俺が教える。俺についてくれば来年の夏には必ず甲子園に連れて行ってやる。目指すは甲子園優勝。来年の夏、たった1年で。厳しい練習になるぞ、覚悟はいいか。はい。だけど俺は野球してる時が一番楽しい。俺はもっと広い世界を見たい。助け合いの精神、団結力の素晴らしさを学びたい。好きです。団長交際しておくんなまし。いつからそんな親不孝な子供になったんだ。嫌な予感しかしない。え?10年前お父さんはひどい目に遭った。なぜ10年間も田舎の学校で事務員やってた。本当のこと言ってみろ。日本で一体何があったんですか。地下大気船が通る街、ジャイジャイ、俺たちの街、ジャイ、俺たちの街、ジャイ。